こんにちは、ぐもチャンネルへようこそ。大将です。おかみです。今日は、出前一丁とご飯を使って究極のラーメンライスを作っていきます。はい、じゃあ材料の方説明していきますけど、材料なんて何でももう本当によくて、大事なのは生姜があればいいです。あとはもう唐揚げでも豚肉でもエビでも、まああと野菜ですね、これもチンゲン菜なければなくてもいいです。あと白菜はあった方が美味しいかもしれないです。あと、ネギですけど、今日使うの別に玉ねぎでもいいです。あとピーマンと人参も、もうほとんどこの辺彩りですね。まあピーマンはちょっと入ってた方が美味しいかもしれないです。で、絶対忘れちゃいけないのはこれですね、出前一丁とご飯。それでは、材料の方カットしていきます。はい、じゃあちょっとカットしていきます。生姜ですね、生姜ももう これだけ使うだけです。唐揚げも3等分ぐらいいきますか。豚肉はもうこのままでいきます。エビもこのままいきます。はい、白菜、白菜も適当にザクザクザクっと切って、半分しか使ってないです。チンゲン菜もザクザクと使いますか。こんな感じです。はい、ピーマンも今日も半分だけですね。種取って、こんな感じです。ネギももうこんな感じです。こういうところ砂あったりとかするんで、ちゃんと処理してあげてください。人参もこれぐらいでいいです。はい、じゃあ出前一丁の下処理ですけど、包丁を乗せて、下処理は以上です。はい、じゃあ鍋火つけていきます。お肉の方にちょっとだけ胡椒だけしておきます。鍋に油をかけましたら、お肉を炒めていきます。色つきましたら、もう野菜全部入れます。生姜も入れて入れます。はい、ここに、お湯を500cc ですね。で、これは粉末スープと、
ごまラー油は出しておきます。で、沸いてきたら少しアクだけ取ります。沸いてきましたら麺の方を入れていきます。で、3分ですけど2分ぐらいですね。揚げも入れます。ですけど1分半から2分ぐらい経ちましたら、スープ入れます。そしたら、水溶き片栗粉少しずつ入れてとろみつけていきます。ごま油、ごまラー油ですね。ごまラー油入れたら火を止めます。完成です。最後に小口ネギを乗せて完成です。はい、完成しました。じゃあ実食どうぞ。いただきます。今日はあれですね、中華飯のラーメンが入っているっていう感じです。で、生姜とかも入ってるんで、体も冷えないっていう感じでいいんじゃないかなって思います。美味しいです、皆さんもよかったら試してみてください。それではチャンネル登録お願いします。バイバーイ。